え？もう伸びちゃったの？今の君の方が圧倒的にダサいよね。人に好き勝手言ったりかっこつけたり、それは力のあるやつにしか許されない。君が偉そうにできるのは強い群れの中にいるからでしょう。風鈴の傘が割れれば静かになるみたいに、一人じゃ何も言えないんでしょう。ちょっとまだ話の途中。確かにおめえの言う通りだ。自由は力のあるやつにしか与えられない。力がなきゃ自分なんて押し通せねえ。でもお前には俺がそう見えてるんだな。俺の一番嫌いな人間に。だったらおめえには死んでも負けらんねえよ。